はいどうも。今回ですね、ジム戦来てみました。毎度おなじみジム戦でございます。で、まあカビゴンね、カビゴンさんをですね、なんか面白いもので叩こうというところで、まあ、決してあのカビゴンをねバカにしてるとかではないんですけども、だいたいねこの前の動画でこのサイドンが強いっていうのは、まあ、明白なので、あ、カイロスさんね、でこれを入れてこう。でシャワーズは、シャワーズもね、何がいいかな。ゲンガは、このカニさん行きましょう。キングラね。でシャワーズは違う、カビゴンは、カビゴンのサイドンは強いんでね、まずここから行ってみますかね。まあ、2戦目もカビゴンできますんで、はい。でキングラーどうなんでしょうね。サードン、お、わあ、ちょっとどうなんだこれ、良くないかな、良くない、減りが遅いっすね。よいしょ、なんだろう、あれ、なんだ今の、よいしょ、それ、あれ、なんでしょう、カニだから水鉄砲ですかね。挟む、あー挟むか、よいしょ、挟むだとひょっとしたらあれかな、これもカビゴンに行けるかもしれないですね。ちょっとここはまあこれも適正ではないんですけど、まあサンダーですね。まあ、先ほどのキングラーよりはいいかなと。でこれでまあ倒してみて、で先ほどのキングラーをね、カビ様にまずビリビリをしてから、ビリビリをして、であれ、キングラー、よし、これ、それそれそれ、ああ、ハーサムの終わんなかった。よし、得意のサイロンでいきます。ドンドン、ああ、なんだなんだ、いけ、ストレッチ、よし、ドンドンドン、おっと、避けられなかった、ストレッチ、強いな、よし、いいでしょう。はい、で先ほどのカニさんをですね、今度あれでいきますよ、あのカビゴンをね、カニさんで、カニさん、キングラね、カニさんで挟んじゃいましょう。キングラー、それカニさんどうだ、お、さっきのと違うな、挟むかな、この子も、よいしょ、なんだ、それ、あれ、なんだか分かんないな、このカニさん、いやー、ほんと避けんの下手だ、あららら、またサイドになっちゃった。よし、このまま行きます。のしかかりを避けてからね。あれ、出ないな。よし、それそれだな。それ行け、ストッチ。もう行きますよ、このまま。で、お、海流さん。どんどんどん。今育ててる海流です、一生懸命ね、
飴がないです。どうしょう、うん、カニさんが試せないのもね、とあれですね、ちょっとカニさんをねまた試したいので、カビゴンさん探してきます。はい、いるかな、よし、行こう。でですね、カビ様いました。カビ様をこのあれです、こう挟むやつ、カイロスでなんとか行きたいなと。でラフレシアは結構見るんで、シャワーズ対ラフレシア見るんで、こうね、まあ適正ではないと思います。適正ではないと思うんですけども、サンドパン、これで、でお尻は最後は、これもね、ウィンディ行きたいんですけど、ウィンディじゃ面白くないでしょう。なので、あ、一人使ってみたいのが言いました。これトードリオ見たことないかな。で、まあこれで行ってみよう。はい、どうでしょうね、このカビ様いけるんでしょうか。よいしょ、お、よいしょ、ドン、ゴロ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 、お、抜群って出てますね。通常もゲージも抜群なんで、これはいけるんじゃないですか。おお、これ強い。タイ、あれですね。あららら、見えなくなっちゃった。タイカビゴンにします。名前ね。2222のカイロスを。あら、全く見えなくなっちゃう。うん。CP2222 対1900、まあ、半ばのね。ついでなんで、このまま行ってみましょう。地獄車。どう？と、表示の方は出、おっと。出てないんですけど、どうなんだろう。ちょっとまあこの辺に、いやいや、このまま行きます。星のか、あと、なんだかな、なんだっけな、砂のかけらじゃなくて、なんだっけ、星のかけらかがいっぱいありますんで、そのまま行きます。お、お、私は不利ですねこれ。ああ、サンドパンやばい、ちょっと見えないよ。よいしょ、このまま行ってみますよ。全く逆属性ですね。砂と水だから、まあ、彼の方が強い。で、このまま行ってみますよ。どうだ？お、来た来た、ほらこの人、あらららら、よし、必殺なんで、ゲージを、お、ゲージはいい、ゲージは強い、ただい一撃が強い。うわ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 、これダメだ、でも、あ、ブースター本職、ブースター対なしでございます。本職で、よいしょーと、それー、あららら、当たっちゃって、火炎放射器、はい、で次の新たなね、はい、いきますよ。シャワーズがこれ使ってないやつでいくんで、二度キングでいきましょう。うわ、二度キングを入れて、出なしを、これをちょっと取り直すか。
り直してですね、シャワーズを2度キングで、で、カイロスを行ってみようかな、ここで。カイロスを行ってみましょう。それで、ギャロップも使ったことないんですよ。で、ここで、ナッシとカビゴン。僕、まだ育ってないですけど、カビゴンが実は、います。よし、ニドキング行け。お、全然これ。うわ、これは、完全に押されてますね。ただ待ってよ。ゲージをまず打たないと。メガホーン。うお、お、これもいいね。ゲージをうまく使えば、あと、通常攻撃を、あー、やばい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 。逃げられれば、結構戦えますね。これでも、適正かな。土と水なんで、いや、逆か？カイロス。カイロスなし。さっさ。わわわわ、ちょっと待って。わわわわ。挟む。完全に、虫と木ですね。逃げろ逃げろ。で、挟んで、変えよう。カビゴンなし。もうこっちの勝ちでしょ。おお。ドン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 。ドン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 。ドン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 。ドンドン。いや、いけー、ゲージだー。それ、あれ？なんだこれ？何が出たか本人分かってないです。ドンドン。カビゴンなし強いですね。なしが。種爆弾何個か当たってるんであれなんですけど、結構強いです。ってことでね、カビゴンを少しこう触っていきたいですね。今後もあんまり集中すると面白くなくなってくるんで、反対属性のものもひょっとしたら入ってくるかもわかんないですけども、その中でもこうあれっていうのは多分あると思うんですよ。その制作者側も抜け道としてこうね、まだ動画とかでもその紹介されてないものをね、紹介していきたいと思うんで、決してその本気でやってないとかって思わないでください。これは実験を含めてね、がっちりやってるものなんで、本人は至って真面目にやってますんで、面白い、なんていうのかな、気づきをね、提供できたらっていう、面白いっていう、みんながまあ気づかないかなっていう気づきを、提供していけたらなっていうところで、はい、よろしくお願いします。まあ適正をバンバン当てる時もあると思うんですけども、その辺もご了承いただきながら見届けていただいたらなと思いますんで、はい。で、最近インフル流行ってきてます。はい。で、私の周りにも出てきてますんで、皆様ね、気をつけていきましょう。ポケモンも寒いんでね、ちょっとの時間で効果が出るようなね、そういうやり方をしてかなきゃいけないかもわかんないです。私のはその逆を言ってますんで、はい、よろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。